エーペックス8日目です。よろしくお願いします。あれ、またなんか回ってきた自分はジャンプはしたくないんだけど、じゃあここら辺でいいよ。ここに着地しよう。ジェットの準備を急降下するわよ。あ、ジャンプマスターのトロフィー獲得した。前回は1日目だったからなかなか操作とかも慣れてなかったですけども、まず味方と合流しよっか。撃たれてる？撃って被験者のシールドを粉砕した。武器のこととかも大体、うわぁリングはすぐそこ。まずは復活させに行こっか。 SMG とかの連発できる系を集めてます。1分間あたりに撃てる弾の数が多いもの。SMG とか LMG、AR 系をよく使ってます。うん、アイテムもいらないのとか、アイテムもちゃんと吟味するようにしてます。SMG とか。LMG の仲間だね、EMG は。これは違うやつだから、どっかで後で取り替えたい。ないね、SMG。SMG がダントツなんだってね。その DPS っていうのかな？打つ弾が。ダントツトップらしい。よいしょ。コントローラーのボタンとかも調整してきました。これ撃つとどこに飛んでいくんだろう。あっちなんだね、方角。ここは単独じゃなくて団体で動こう。ライフル、今はアウト黄緑。これも違う。あ、SMG あったじゃん。これで、得るか。同じだね。だから、青系はもういらない。もう一個いらないのあったね。オレンジと黄緑集めましょう。レベルは16ぐらいです。20になるとランクマッチができるそうなので、20になったらランクマッチ行きます。来週にはおそらくその様子をお伝えできるんじゃないかなと思います。よし。DMR。オレンジと黄緑だったね。何を持ってるかを把握するっていうのが一番苦手。違う。一応つけとこう。すべての武器？びっくりしたい。ガストラップ設置完了。オッケー。弾の数これだけあればいいね。二つ持ってるんですけど、実は一つでもいいんだよね。弾が本当300とか400ぐらいあるときは、武器一個でもいいと思います。あのエリアを調べた方がいい。シールドはデフォルトにしておいた方がいい。オレンジと黄緑ね。新しいキルリーダーよ。背後に気をつけて。うい。そこが復活のやつがある。いるか。ラジャ。いる？なんか変な動きしてんな、緑。あ、それ使ったのね。あ、危ない。落ちるところだった。下手くそかって思われるところだった。何？なんかいるね。なんだあれは。どこ？ダウンしてしまった。58秒。被験者を見つけた。私たちだけ腹をくくって。50メートル先すぐ近くじゃん。あれだ。行くしかない。味方のバナを手に入れた。300メートルちょっと遠いね。
あいつは走んの速くない？なんでそんな速いの？どんどん差がつく。待って。あ、目立つぞ。オレンジと黄緑ね。もう武器は交換する必要はない。あ、いくつあってるの？おお、何の音かと思いきや。やった。次のリング内よ。ケアパッケージ輸送中。あ、もう武器持ってない。ケアパッケージ交換。いいものが積んであるわ。これだけありゃ大丈夫だね、もう。トラップを設置する。すぐにデータが取れるだろう。うん？まだ復活してない？どっちがいいかな。あっちに標的。リングは近い。あと1分。別部隊がいる。あ、嘘。すぐ近くだったのかな。結果は4位でした。キルはならなかったですね。後ろから来てたから何もできずやられてしまいました。レベルは今17になりました。では本日の動画はこちらで以上としましょう。次回はもう20になってるだろうからランクできるんですかね。ランクの方多分やってると思います。果たしてどこまでいけるんでしょうか。残りまだ90日ぐらいありますから頑張っていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価、共有ボタンからツイッターの拡散で私を応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。